はい。皆さん、お疲れ様です。定山放送、哲夫です。どうも。本日、日曜日ですが、えー、僕は朝、仕事してきまして、えー、風呂に入って、今後の仕事が休みですので、撮ってます。はい。皆さん、日曜日の午後、いかがお過ごしでしょうか。はい。えっ、ー、と、ネタをいただいた皆様、どうもありがとうございます。とても感謝しております。心からありがとうございます。はい。 であのもらった話題でですね、あのレンタカーの改装とか、あのトラックの改装、改装ですね、はい、とか、あと、市場の仕事とかいいよみたいな、はい、お話をいただきました。はい。えー、この、鉄おじさん、えー、伊達20年以上トラック業界にいませんので、えー、市場も改装の仕事も、どっちもやったことあります。はい。なので、解説したいと思います。はい。僭越ながら。はい。えー、どっちから行こうかな。 はい、えー。じゃあ、レンタカーの方行きましょうか。はい。えっ、ー、と、レンタカーの改装の仕事。これ結構、あのー、しょっちゅう募集してますよね。はい。で、まあ結構、あの、いいお金もらえたりとかするんですけど、やっぱりで、メリットでメリットあります。はい。えっ、ー、と、メリットから行きましょうか。はい。メリットは、えっ、ー、と、普通車の免許1枚でできます。はい。まあこれは本当に、えっ、ー、と、いいですよね。あとは、オートマ限定なんかでも大丈夫だよ、みたいな会社さんもありますので、はい。 えっと、これも、えー、新車の場合もありますし、えっ、ー、と、中古車の場合もあります。はい。なので、えっ、ー、と、結構行って、えっ、ー、と、改装の場合は、行ったところで引き取る場合もあれば、行って電車で帰ってくるみたいなパターンもありますし、あの、結構、あの、いろんなところに行って、いろんなパターンの、すみません。<laughs> すみません、仕事があります。失礼しました。はい。えっ、ー、と、 それでですね、えっと、これ、デメリットもあるんですけど、まずあのメリットの方、もうちょっと言うと、日本全国行けます。はい、であのや僕もやったんですけど、えっと、結構好きで長くやってる友達もいまして、あの日本全国行って、車を置いたら、あとは電車で帰ってくるだけなので。 電車の中でもう本当にビール飲んで昼寝してあの帰ってくるだけだから楽でいいよみたいな、はい。そういう話もあります。で、あの、もちろん行き帰りの電車賃とか交通費、えっ、ー、と、電車で着いて、その遠いところはバスで移動して車を引き取って帰ってくるみたいな、はい、えーと。そういう仕事もありますし、逆のパターンもあります。はい。で、トラックの場合もあります。トラックは、えっ、ー、と、新車、もちろんあの、椅子鈴なり、UD なり、服装、SO、なり、 はい、そういうところで取、えー、って、あの仮装メーカーっていうんですけど、あのトラックの平っ箱だの、箱だの、はい、作ってるような、あとはもう仮装ですね、えーまあ、名前出して問題ないと思うんですけど、あの新名和だったり、えー、極東だったりとか、はい、ああいう工場に新車のさらの,のトラックをあの持ち込んで、でそこであの仮装をつけてで、そこで引き取るみたいな、はい、そういう仕事もあります。はいで もちろん、あの、運転するだけですので、荷下ろしはありません。はい。で、服装も、えっ、ー、と、大体いい私服で OK なところが多いと思います。まあ、あんまり派手な服はダメですけど、はい。で、まあ、あの、体は、あの、非常に楽だと思います。あの、その、電車移動とかバス移動とか、その、国ならずに。で、日本全国の、あの、地方に行って、あの、名産品食べたりとか、あの、お土産買ったり、温泉入ったりとかって、そういうの楽しみにしてやってる人も結構いますね。はい。 で僕は結構そういうの買ったるくてあんまりできなかったんでそんなに長続きしなかったんですけど、えっとまあ、僕の場合はあのトラックの改装をやってましたんで、はい、あんまり遠くはいかなかったんですけど、はい、でこれデメリットもあるんですけどデメリットはやっぱりそのずっとトラックに乗りっぱなしじゃないそして自分のトラックじゃないので気を使うんですよね。 あのまあ新車も中古車もそうなんですけど、人のものですので、絶対に傷つけられないなとか、あとあ砂利積んだダンプの後ろは走んないとか、コンビニ寄りたいなと思っても、あまりこう寄ってタイヤにちょっとでも筋つけちゃうとあの怒られちゃいますので、そういうのでちょっと気使うなと、そういうのもあります。あとは燃料、中古車の場合特にそうなんですけど、新車もそうかな。燃料がもうカツカツなので、 ほとんど入ってませんので、途中であの燃料切れで止まるみたいな、はい、そういうパターンもあります。あの、最悪僕はなかったんですけど、あの、一応あの自分で計算して入れて、まあ、行ったりするんですけど、そのもちろん燃料代は後で会社からもらえますが、あの、結構ギリギリでやっぱりやんなきゃいけないので、 じゃあやっぱり予想外に燃費悪かったり、予想外に渋滞してたりなんかすると、あの途中で止まっちゃうみたいな、はい、そういうトラブルもあります。あんまりせこんない方がいいですね。はい、この仕事やるなら。はいまあ、そんな感じですね。はいえーとまあ、次ですね、はい。あとは市場の仕事、はい。市場の仕事は僕おすすめです。はいえー、市場は2種類あります。えー、と野菜と鮮魚です。はいえー、野菜と鮮魚、僕どっちもやりました。はい 野菜は、えーと、通称やっちゃばなんていう言い方しますね。はいえーとまあ、野菜場っていうのがちょっとなまってやっちゃばっていう言い方するんですけど、えーとまあ、最初は野菜の話しましょうか。はいえー、と基本的には、えー、と水曜日休みです、はいえーと。市場は基本水曜日休みなので、はいえーと、日曜日は仕事です。休みは水曜日になるケースが多いです。はい、で昼も夜も仕事がありまして、まあ、あの 食品ですので、割かし安定はしてますね。はい。で、2トン、4トン大型トレーラー、何でもありますね。はい。で、割かし、えー、まあ、僕もさっきおすすめしたように、ん若干ラフな人たちが多い職場です。はい。なので、 あの上品な人には向きませんはいえっ、ー、とごめんなさい、一番の人見てたら本当にごめんなさいはいただ、そのなんていうんですかね荒っぽいやり取りがあのそんなにあの嫌じゃないよとかあのそういう方がむしろあの自分の気質に合ってるよみたいな人はあの一番の仕事、ぜひおすすめですねはいで給料もそれなりにもらえます。はい 野菜,まあ、野菜も鮮魚もどっちもそうなんですけど、えー、とど,っちもどっちかといえば鮮魚の方がより荒っぽいと思います、はい、<laughs> まあ荒っぽいって言っても言葉遣いとか態度が荒いだけであの話してみるとものすごくいい人だったりあのするんですよね、はい、で僕はあの大型の免許を取って初めてあの20トン超の大型のウイングに乗って初めてやった仕事があの野菜の あの築地の市場に夜の12時に行くっていう仕事やりましてですねはいまあもう何も知らないもんですから夜中の12時に築地のど真ん中に入っていっちゃいましてでもうどんどん荷物を置かれちゃって前にも後ろにも置かれてあの目的地に着く前に前にも後ろにも進めなくなっちゃいましてはいそこであの「どうしようどうしよう」って困ってたらあの市場のおっさんが「 あのこれは何やってんだお前邪魔だよ入ってくんじゃねえよってすげえ怒られましてですねであの僕ちょっと初めてなんでちょっと困っちゃいましたと、はい、あの助けてもらえませんかってその親父に言ったらあもうしょうがねえなお前はっつってこう全部荷物どかしてくれてあの車分けてこうどけてくれてあもう早く下がれみたいな感じで誘導もう出口までずっと誘導してくれましてですね、はい、それであのもうこの時間に入ってくんじゃねえぞみたいなこと言われて。 はい、あの助けててもらった思い出が未だに覚えてます、はい、あの時のおじさんありがとうございました。はい、なのであの、そういうのも今となってはあの楽しい思い出なので野菜にしろ鮮魚にしろ市場の仕事ってのは本当に楽しいですね。はい、あの毎日何かしら楽しいことが起きます、はいであの。どっかしらで喧嘩してる人もいますしあのやっぱ横浜の市場とか新宿の市場とか行くと やっぱ結構あの狭いところにぎゅうぎゅうで入ってったり、まあ、物量も本当に多いのであのみんな結構イライラしてたりあのどこに並んだらいいかわかんなかったりっていうのもあるんであの何かしらトラブルがあるのでそういうの楽しめる人はあのいいのかなと思いますねはいであのトラブルって気にしなくてあのそれを逆に楽しんじゃうよみたいな、はい、そういうタイプの人もあの世の中にはたくさんいますのであのとてもいいんじゃないでしょうかはい。 あの何しろ雑なシステムを取ってるところが多くてですねあのフォークリフトなんかなかったりとかパレットで積んでってどうやって下ろすんだみたいなのも,もう困ったりもしますけどそれはよその店のフォークリフト勝手に持ってきて使って勝手に下ろしてみたいなそれで怒られるんですけど、まあ、ちょっとだけだから貸してよみたいな、はい、そういうあのやり取りしながらあ,のあと,ちょっと缶コーヒーあの買ってあげたりとか、はい、そういうのであの。 面白いでです。す、はい、とても市場の仕事はおすすめですね、はい。ただあの結構引っ込み思案であ人と会話するのが苦手だったりそういうなんかやり取りがめんどくさいよみたいな人にはあんまりおすすめしません、はい、であのちょもうちょっと言うとひげ、えー、と,とかあの髪とかあとそのちょっと態度が悪かったりとか、えー、とそういうの一切一番の人は気にしませんので、はいあの 人からあんまり好かれないよって僕みたいなタイプですね <laughs> はいあの見た目も態度もあの普通の人以下だよっていう僕みたいなタイプは市場の仕事とか現場の仕事はとてもおすすめですで給料も結構たくさんもらえますはいで夜の仕事も多いのであの道も結構空いててあのビュンビュン飛ばせって言っちゃうとまずいかなはいあの結構自分のペースで走れますので、はい、なかなかいい仕事だと思いますねはい えっといかがでしょうか。皆さんの就職活動の一助になれば幸いです。ありがとうございました。鉄山放送鉄道でした。ごきげんよう。